「新平家物語第」第602回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城治彦です。 三倉がえ「その夜も月はなかった。星もまだ顔を揃えたばかりな宵の口と言ってよい。豊前川の黒い山々の影と長戸岸の高い陸栄とは相対してここの海峡を大きく抱え合っている。うなずらは懐広い谷合人に密密な戦行動を起こすには折もよしと言いたげな潮の塊の闇であった。 ついに彦島を出た平家は雨雲がはうにも似るその全水軍を注意深く無前寄りの水路に見せた徐々に文字ヶ関の岬へ方向を取っていくらしく思われる小座船大正船以下全水軍の組織は権中納言智盛の乗船が親狩りのようであったすべての眼光は彼の一線に従って動いていた そのことは大井の殿も能登ののりつ常もどうにもならなかった結果であろう。「船戦に遅れは取らず!」と常に気負うつ常などは特に友盛の指揮下にただ動いていることはその流行り気をもどかしくしたに違いない。しかしこの海峡の特殊な潮癖や水路に詳しいことにおいて勝ち気な彼も拷問の君友盛には一歩を譲らないわけにゆかなかった。 もりにとればこの海峡も去年以来三鴨りよりの軍を相手に幾度となくこぎ慣れ踏み慣れている歴戦の水面だった「早瀬渦の難所」「潮の長落」「その古峦までそらんじていたのは言うまでもない」でその酔いの出動にしてももりは潮の差し引きを度外視していなかった当日の満潮時は猿の下国前後でありやがて 鳥犬の国の間に潮は西の外洋玄海から東の瀬戸内の方へ次第に落鳥を早めていたそれを計算に入れ全水軍はほも張らなかった滑り入るように文字ヶ関村の岬へ近々とその軍営を塗りつぶした 舟には船れないの大旗のほか、五木島大明神、熊野大権現などの信号、仏名の大登りが翻っていた。奇藩の目印でもあったろう。その戦場からであった。やがて松明か何かの火花がしきりに火合図を闇に描いている。と、戦列すべてから水音が上がった。一斉に怒りを下ろしたのである。すると、 岬の磯へ幾組とない松明と人影が乱れ上がっていくのが見えた。そしてそれから小半時の後には、大井の殿以下、一門諸大将の姿は、余さず岬の突端にあるメカリ神社に集まっていた。火を消せ、松明も敵は遠いが、嫁にもふと蹴取られてはならん。誰かの声 同時にバタバタと松明が踏み重ね白衣の辞任たちが走り回って室内のかすかな四足まで消そうとするのを「待て待てそこの火は消すな敵の串崎から見えさえせねば大事はないが念のためぞ牢の東の巣はすべて垂れたがよいの」とこれは門脇中納言の声らしかった。そのあたりに めかりの神官橘のな彦がぬかづいていたおとどの殿からじきじきの質問に対し何か答えていたのである宗盛が正したのは「この岬へ源氏はまだ一兵も上がってこなかったがということまた夕刻までこの付近に布陣していた味方の佃刀の戦列は早友の瀬戸を出て田野浦へ移動したはずだがそれらの指揮はどうであったか この辺りから逃亡したような彰子はなかったか、神社へ牢舵を働いた兵などもあるまいな、などなどのことであった。新官の奈彦は、つくし島の諸船も田野浦へ進み出るのを見ておりましたが、一糸乱れず、式は極めておさかんでした。陣抜け牢舵の兵などは見聞きもいたしませぬ。と、謹んで答えた。さらば安心よの。 宗盛は左右の座にある常盛森国も盛らのほの暗い中の顔を富子を見つぶやいたそこへ岬へ上がるとすぐ後ろの高地へ上がっていたのりつ常たちが戻ってきたその二人も座に加わって「今は敵にとって潮時も悪しく月もないので敵の義経がにわかに寄するおそれはない」 沖遠くにもそのような気配はまず見えませぬ」と感望してきたままを告げたそしてまた対岸長門の火の山や町屋の陛下も夜に入ってから暗くいぶり沈んで見えまする久我の源氏が矢へも潜めひたと動きをやめたのは思うに明日に来すところがあるせいでございましょう。 必ずや明日こそは元九郎義経自らその姿を我らへ近々と見するに相違ありません」と友盛は一同の覚悟を促しなお午を続けて「いかなる約束ごとか敵の伺う戦いの潮も味方が望んで出た潮も着せずして暇で一つとなりました。 そうなく明朝こそは平家か源氏か、天下の帰着も、定まりましょうず。それまでの半夜ほどは、なお、ゆるやかにおわすがよい。ここにて、先勝の規制をささげ、幹組み分けつつ、お互い、明日ともなれば、別れ別れとなるつの身をせめてしわし、いとしみ合うもよいでしょう。と、しみじみ。 やがてメカり明神の奥深くに宮菓子の小さい光が揺らいだ遺憾した神官の妙彦が兵を捧げ一門の岩門を備えて祝詞をあげる神殿のもとを揺るがすような波音が絶えずあった松風の音もとどろに万葉人がここを隼人の瀬戸の岩穂といった遠い昔そのままな思いがする。 ここの岬と向こうの長戸赤間が関の岸とは海面わずか6町12軒しか隔てていないその狭い間の九潮流が万葉人の言った早人の瀬戸今の隼友の瀬戸なのだ壇の浦はその口のくびれを越えたところから東岸一帯の長戸寄りの地名であるそして一口に古来壇の浦の海鮮といった いるがしかしその頃の兵備や水軍なる者の,の能力が海上だけで戦いうるものでなかったことは言うまでもない必然9月に足がかりを持っていたそれを源氏側から言えば豊ら串崎がその足場であったし平家型の夫人から見れば田の浦が第一戦基地メカリが第二基地彦島がその発足点と見ることができる。 ところで彦島ではすでに十分軍技もし尽くしてき万端の戦備も遂げて出たはずなのにまたすぐ何目的にメカリへ上陸したものかただの人頭祈願であったろうかいやいやこの後に及んで祈願だけのために諸侯の一時をここに全水軍が怒りを下ろしたとも思われない何か他に重大な戦略上の要務もあった。 ことだろう味方同士の間でもそれは極めて気密裏に行われてゆきそのよいメカりの神殿にあった一門初代将のささやきや密かな行動はまるで無限劇の中の人物のようでいかなる意図のもとに何事が果たされたのか誰にも伺い知ることができなかったけれどおよそこういうことは推し量ってもいいかと思うそれは 妖艇の御身を他の船へ移しまいらせておく用意である。なぜなら合戦となるや否や敵軍は必ず小座船めがけて矛先を集中してくるに違いないからだ。そのため小座船の位置は絶えず味方の不安と恐れの中に置かれ敵には好目標となるであろう。そしてどんな羽目から小座船を敵手に拿捕されぬという限りもない。 で、当然一案が立てられたものと思われる。実月の晩期賢所の守護神など、ここに帝ありと敵には見せ、帝の玉体と三種の神器は他へお潜め申し上げようという儀形。 そしてそれを行うには孫子の「敵を欺くにはまず味方よりせよで」で彦島では甚だまずい島の住民や市の増人も入り込んでいすぐ敵方へ漏れてしまうそこでメカリの神殿に奈彦の祝詞が聞こえていた頃磯の方では船と船との間に妖典のご異常と神義の移し渡しが密み々み運ばれていたものではあるまいか。 そう考えてくると神殿に居並んだ影の中には帝も女院もお見えにならず任意の尼もいなかったそうして座の宗盛と磯との間を述べ別腹心の者が行き来してはその耳元へ何事かささやいたり命を受けてまた磯の方へ駆け去った 同様に能登守つ常も絶えず老頭を走らせたり何事か覆名を受けなどして座にいてもどこか落ち着かない風であったけれどさすがにこの酔いばかりは垂れの表も澄んで悲壮な色をたたえていた座は水の底にあるかのような霊気を持ちやがてのこと神事も済んで人々の前に幹の瓦家が置かれてもにわかに手を取ろうとするものもなかった。 いざお過ごしを。ひこの勧めに書生はややくつろぎ顔を見せ、きを唇へ運んだ。その酒の蚊、つしみの味覚もこれ限りかと、誰しも思わずにいられなかったことであろう。組めば組むほど席とするだけであった。もう、なんの心残りもない。宗盛がつぶやいた。 常根や森國などの老将はさっきから一語も吐かない。言わぬは言うに勝る思いを抱く姿と見れば見えもする。あすこそはしきりに気を吐くのは能の登ののりつ常だった。乱とした真名子の縁はやや酔いの色を見せ、苦労が首はきっとこの能登が手に上げてお見せする。鬼となっておと一人杯を重ね、またこう言った。 拷門の君この中で敵の中軍へ迫り黒郎砲丸の首に剣山せんほどな豪の者はまずはあなたかこの能登より他にはあるまいおぬかりはあるなおお和殿とても東盛は微笑しつつ同じ言葉でぬかりたもうな言うにや及ぶ敵も去るものぞ 一の谷屋島の駆け引き、あれ見ても油断はならぬ。なんのあれは久賀の戦。まだかつて九郎義経が船戦の主練とは人もさしたことはない。まくるものか範常は干渉なこのように河原家のふをかみ砕きそうな顔をして、ぐいとまた一口飲んだ。そこへ、神主の名彦は貝紙や硯など持ち出してきて、人の精子もよそごとのように。 各ご一門晴れの場にお望みあって定めしご感会も茂かろうかと拝察されまする何ぞご経のお歌なりと一筆お染め置き賜りましょうや」。黙って首里の大夫常盛がまず筆を取った。範盛も助盛もまた雪盛もそれぞれ一詞ずつの和歌を書き残した。 彼の若も無人の歌のようではなかった都を思い杉西日を恋また以来一度も会っていない心の女性へ夢にも通えと歌い込めている時勢であったどれお店あれ締めの方が森国が佐森の歌をのぞきかけると助森は少し顔をあからめて「いやっ 拙い愚痴ですと袖の下へ隠してしまった。すると常に無口な常森が珍しく薄ら笑って「いやご老体、新参御殿のお歌は都にある右京の大夫の壺へこそ伝えてほしいと願うたるお歌であろう。ご老人のあなたや子もなきこの古婦常森には縁もないし分かりかねる歌かもしれぬ。 人のひめごととしがいもなくのぞきめさるなと軽い冗談を言った次回は「四角」ですよろしければ いいねとチャンネル登録、コメント投稿などをお願いします。また、私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください。詳細は動画の下、概要欄からどうぞ。